応募期間は短かったのか。あ、そうなのか。それじゃあ忘れちゃいますね。誰もありがとうございます。締め切りが早い。なるほどね。アラームかけとかないと忘れちゃいますね。それは。こんばんは、こんばんは。誰もありがとうございます。エンタメ見ながら見て、あ、ありがとうございます。エンタメ、月刊エンタメさんもあのこの前おしゃべり会だったんですけど、その時にあのこう飾ってくださる方とか、こう見たよって報告してくださる方もたくさんいらっしゃって嬉しかったです。ありがとうございます。オフショットとかもね、あのインスタとかに載せ始めたので、ぜひフォローしてください、見てください。よろしくお願いします。アラーム、そう、アラームとかかけないと忘れちゃいません。あ、どうもありがとうございます。感想言い忘れたぜひ次回たくさんおしゃべり会も日程あるので、ぜひ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 。こんばんは、フォローしました、ありがとう。こんばんは。うさやの生写真も可愛い。ああ、ありがとう。そう、今年はうさぎ年ということでね、うさぎのコスプレをしたんですよ。明日までだったので受付が、生写真のなんかサイズも2種類あって選べるようなので、ぜひぜひうさや捕獲してください。誰もありがとうございます。明日のね13時だった気がする、受付が。なのでまだ間に合うので、ぜひゲットしてください。誰もありがとう。うさぎちゃん、そう、うさや、こんばんは。2月4日のオンラインも、あ、そうだ、2月4日のオンラインおしゃべり会も受付中なので、ぜひ、明日までなので、ぜひ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 。こんばんは。両方予約した、あー嬉しい、ありがとうございます。どっちも予約してくれた方もいらっしゃって、ありがとう。飾ってください。ハートありがとうございます。ベアヤの写真も欲しい。熊年。熊年。追加でポチッと。お、ありがとね。誰もありがとうございます。これ当たった。お、よっしゃ。よろしくお願いします。誰もありがとうございます。バンバーン。狐、あ、姉やんはね、秋ぐらいにね、狐の生写真あったんですけど、熊の生写真ってないか今のところ。あれ、ない、なかったっけ。ないか、ないんか。ありそうでないね。熊年はないですねないです。私来年年女なんだよね、ついに。辰年なので来年なんですけど、なんかすごい、だってさ12年に1回ってことでしょ。やばいんだけど、貴重すぎて貴重すぎてやばい。しかも多分、ん、私の年的にさ、いい年来年が一番いい年じゃない、その12年の中で。24の代か。だってその次36歳だから。来年が一番こうなんか
ピチピチって感じピチピチ年女って感じですよね。こんばんは、どうもありがとうございます。そう、辰年取るんですよね。うさぎ年って可愛くない？辰年ってなんかすごい強そうですよね強そう。こんばんは、来年またグラビア出るかな、どうだろう。でもみんながこうよかったよって言ってくれれば、言ってくれるだけ多分できる確率も上がると思うのでみんなよかったらいいねって言ってくださいこんばんは、こんばんは、本当ありがとうございます。デビュー当時から知ってるともうそんな年なのか。確かにね、17歳でしたからね。17歳から23か、あ、23の代か、今年が、まあ、今22ですけど、今年の10月14日で23歳になるって結構すごいこと。え、だって6年、え、6歳年取るってこと、結構すごくない？すごいよね。しかもさ、なんか17、まあ17で入ったけど18の代、まあ一応18の代ですね。17、18ぐらいからさ、23ってさ、結構一番なんか女の子が一番変わりそうな年じゃないですか。なんかこう外見とかもそうだけど、そうね、そのなんか年をここの NGT でこう過ごせてるって思うのはすごく嬉しい。どうもありがとうございます。すごいよね。でもまあ変わっ、まあさすがに変わったよねさすがにまあ大人になったと思ってほしいですけど。誰もありがとうございます。あ、ありがとうございますね。えすごいことですよね、大人の受精になりましたかね。よかった、それなら。加入した時の衝撃は忘れない。本当？どういう衝撃だ、いい衝撃ですかね大人になってる、嬉しい。ハートありがとうございます。こんばんは、誰もありがとうございます。まあ、まだピチピチってことでピチピチで頑張ります。今年も22、23すごいな。なんかでも最初から綺麗だったけど綺麗になった。あらあら、やだあらやだ、ありがとうございます。後輩ができて変わったこと、後輩ができて変わったこと、え、なんだろう、なんか変わったのかな、え、なんか変わったかな、どうしよう、なんか変わったのかな、なんだろうね。はた、ありがとうございます。でもまだ私3期生とお出かけしたりとかないんだよね。まだ1回も、多分まだ誰もないんじゃないかなって思うんだけど、どうなんだろう。どうもありがとうございます。ゆきちゃんの影に怯えないことでもこの前のオンラインおしゃべり会の時も、あの確か3期生2部からだったかな、なんか2部から途中から来て、でこうまだ1部のメンバーしかいなかったから、席が結構こうポツポツってこう空いてたんですよ、適当に座ってたから。で私の隣まだ誰もいなくて、
したらこうユキが隣に来てて気づかなくて私最初なんかふとこう見たらあれって思ってあれユキがいるって思ってしたら隣選びましたって言ってきてそう可愛かったですね。あ、ナナミとコラボ、あ、そうなんだ、コラボしてたのか、狙われているそう、お隣さんでした、ね、俺から注意しておく注意しなくていいのよ、嬉しいからいいの。ナナミありがとうございます。お興味ありがとうございます。連絡先知ってない、ゆきちゃんとゆうはちゃんぐらい。あ、でもそうかもしれない、多分今はさやの匂い、いい匂いだしどういうことコラボ配信もしたいって、そう言ってる、そうなんだよ、やらなきゃ、やりたいです。誰もありがとうございます。クラクラそうね、一緒ですからね。あ、ありがとうございます。てかそもそも私コラボ配信というものを多分もうずっとしてないんですよね。メンバーとのコラボ配信をまず全然してなくて、ありがとうございます。